の大田美鈴がおよそ2年ぶりのツアー8勝目を飾っています。本当に久しぶりに勝てたのでもう嬉しい気持ちでいっぱいです。チャンスにはついてたんですけど、なかなかいい勝負ができずに、もどかしい気持ちでいっぱいだったんです。やっと17番でいいストロークができたので満足しています。大きく打ったんですけど、トップのバーディーが取れたので、自分としては最終的にいいことができました。そうですね、今年に立った目標が何だかこれ見ようとしよう。